今ピアノの方ね、このように分解されてると、どれがどの部品かわからないような感じかもわかんないですけど、これ今ね、養生してまして、弦がね、この下張られて、フレームがあって、鍵盤が本当でしたらここにあるんですけどね、全部外して、このように黒の塗装を剥がしたらいいのが出てますね。いい感じの木目です。はい。反対側もね、こうちょっと暗いですかね。まあ、僕の好み的には、この左側いい感じがしますね。こっちがうまくね、スペース空いて部屋に置かはったらいいんじゃないかなという気はしますけども、どうでしょうか。はい。細かい部品はですね、こっちの机に並べました。これが鍵盤のね、横の、拍子木という部分ですね。足の部分。これが、鍵盤のね、蓋の奥の方ですね。はい。すごいいいですね。この感じとかね。はい、いいですね。楽しみです。はい。ここからね、ちょっと色をつけていってね、するんですけども。はい。今、こういう感じになっておりますね。はい。いい木目が出てきました。楽しみですね。はい。ヤマハの U3 が、塗装の方をありまして、入ってきました。美しいですよ。壁の色が、薄い色ですのでね、こういう感じですので、こんな感じになりますね。他のピアノと比べるとね、かなりやっぱり薄い目のね、色には仕上がっておりますけど、壁に置いた感じっていうのはこういう感じになるかなっていうところですね。はい、これから、タッチの方とかね、音色の方を調整していきたいと思っております。弦の溝を消していきます。もともとついていた古いブライドルテープを新しいものに交換しました。サイレントのバーの取り付けをしています。